この動画では字幕を表示してご視聴ください。JR 九州全線走破の旅、除夜の鐘とともに前回までのあらすじ。以上。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。1月の1日午前5時45分こちら大村駅にいます。ここ大村駅から JR 九州全線走破の旅3日目をスタートしていきたいと思います。いや、1日目2日目の時に比べると若干起きるのがちょっと辛かったんですけれども、無事、何事もなく、列車の発車前に大村駅に戻ってくることができました。ここから未乗区間となっております、北の区間を行きたいと思います。さて、JR 九州全線走破旅、3日間で全て回ることができるのか、皆さんでね、期待をしながら、そしてできるかどうか予想しながらね、どういったルートを通るのか予想しながら、動画を見ていただければなというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。2日目の深夜ではホテルで休憩することが最優先で撮影することができなかった大村駅構内の様子、ご覧の通りとなっています。窓口は当然開いていません。早速入場していきましょう。誰もいない静かな大村駅。列車は右側、諫早方面からやってくる予定です。列車が来るまで暇なので駅名表を撮影。諏訪方面に向かう予定です。こちらが大村駅の時刻表。シーサイドライダーが停車するため、1時間に2本の停車本数が確保されています。そして今日、いや、今年最初に乗る列車は5時58分発の佐世保行き普通列車です。今日の JR 九州の運行状況、5時22分、早速日南線でダイヤ乱れが発生しているようです。幸先不安。さあ、乗り込む列車がやってきました。乗り初めの列車は YC1 系となりました。大村です。当たり前ですが車内はスカスカのガラ空きです。さあ列車はゆったりと大村を発車、3日目の旅のスタートです。そして早速明かりのついていない駅を通過。こちらは2022年秋に開業予定の西九州新幹線に合わせて開業予定の新大村駅です。新大村を出るとすぐに竹松に到着します。竹松駅の近くには西九州新幹線の高架橋があるはずですが、暗くてよくわかりませんね。申し訳ない。列車は真っ暗な大村線を突き進みます。進行方向左手には美しい海が見えるはずですが、まだ夜なので全く見えません。ちなみに日が出ていればこんな景色が見られるようです。綺麗ですね。機会があれば次回は日が出ている時に大村線を通りたいです。こちらは YC1 系のクロスシート座席です。基本的に YC1 系はロングシートが設置されていますが、旅人向けにこのようなシートも備えられています。椅子硬いけどね。さあ列車はハウステンボスに到着。もうすぐ諫早ですが、まだ空は暗いです。ハウステンボス発車後、進行方向左手はまだ真っ暗ですが、進行方向右側は明るくなってきました。さあ列車は廃棄に到着。これで大村線制覇です。
廃棄の駅名表を遠くから撮影します。さあ列車はここから佐世保線に入ります。そして終点の佐世保に到着です。さあ佐世保で折り返し列車に乗車します。佐世保線はここ佐世保が終点だからです。階段を上がって待っているのは特急列車です。2編成止まっていますが3番乗り場の列車に乗車します。次に乗るのは佐世保7時8分発特急緑4号博多駅です。そんな緑4号ですが今回は全区間グリーン車に乗ります。もう旅も3日目なのでなるべく疲労をためない座席を選択しました。こちらが787系のグリーン車です。圧倒的高級感、しかし座席は若干固めです。さあ佐世保を出発しました。次の停車駅は廃棄です。駅を出たらすぐに港が見えます。さあ列車はご覧の通り座席の向きとは逆の方向に進んでいます。次の停車駅廃棄で列車の交換を行うためです。さあ列車はすぐに廃棄に到着します。進行方向左手から佐世保線、肥前山口方面の線路が合流してきました。列車は廃棄に到着。ここで列車の進行方向を反転させ、今ご覧になっている駅名表にもある三河地方面に進んでいきます。列車は6分停車し廃棄を発車。佐世保方面の線路と分かれ進路を東に取ります。次の停車駅は有田です。列車は山の合間を抜けていきます。グリーン車の利用者は今のところ私一人だけです。さあ進行方向右側から何やら高架橋が近づいてきました。西九州新幹線の高架橋です。列車は間もなく武雄温泉に到着します。そして武雄温泉に着く頃には日が完全に昇ってきていました。武雄温泉に到着。ここが2022年秋に新しく開業する西九州新幹線の始発駅です。階段なしで特急と新幹線とが乗り換え可能になる予定です。新幹線側の駅名表を撮影。隣の駅名は隠されています。列車は武雄温泉を発車。しばらくの間高架橋が並走しますが途中で途切れてしまいます。武雄温泉から新鳥栖までの区間の建設はまだ決まっていないからです。撮影当時は佐世保線の複線化工事の途中でした。進行方向左手に真新しい線路が敷設されています。工事中のため列車は低速で駅を通過していきます。さあ間もなく肥前山口に到着です。進行方向右手から線路が合流してきました。こちらは昨日かもめ41号で攻略した長崎方面の長崎本線です。肥前山口に到着しました。これで佐世保線は完全制覇です。引き続きこの特急緑4号に乗車し続けます。この特急緑4号で長崎本線の未乗区間鳥栖から久保田の間を踏破します。扉が閉まりました。次の停車駅は佐賀です。列車は長崎本線に入ると一気に高速運転を開始します。肥前山口からは遠くまで見渡せる平野部を走行します。そして進行方向左手支線路が合流してきました。こちらも昨日攻略した路線です。皆さんなら言われなくてもわかるでしょう。唐津線です。列車は久保田を高速で通過。ここからが特急緑4号で攻略する長崎本線の未乗区間です。佐賀県を象徴する気球をバルーン佐賀で遭遇。エモい。さあバルーン佐賀の次は鍋島。この鍋島には貨物のターミナルが併設されています。そして列車は佐賀に到着。
佐賀県の中心駅です。ホーム反対側には唐津線の列車が停車しています。記念の駅名標撮影もしっかり行います。列車は引き続き平野部を突き進みます。住宅の数が多くなってきました。列車は間もなく鳥栖に到着します。進行方向右側から線路が合流してきました。鹿児島本線です。鳥栖に到着です。これで佐世保線に続き長崎本線も完全制覇。この電車はここから鹿児島本線に入線し博多まで直通します。引き続き乗車して未乗区間の始点である春田を目指します。列車は鳥栖を発車。次の停車駅は二日市です。鳥栖を出るとすぐに貨物ターミナルが見えます。鳥栖貨物ターミナルです。列車は田代を通過しました。春田より手前、木山付近、進行方向右側から線路が合流してきました。第三セクター天城鉄道の天城線です。この路線もいつか乗りに行きたいですね。さあ春田通過です。進行方向右側、線路が分岐していきました。ここからが未乗区間です。さあ二日市を発車しましたが、グリーン車に乗ったのは結局私一人だけでした。寂しい。まあ撮影する分には自由にできてよかったですけどね。そして終点博多に到着。二日市から博多の間は低速で走行していたので帝国で到着できるか心配でしたが、列車は無事帝国で博多に到着しました。そして博多で下車して次の乗り換えを行います。乗り換え時間はわずか3分。走って次の列車に乗り換えます。次の列車は5番乗り場からの発車です。間に合いました。前面を撮影する余裕さえありました。次に乗車するのは引き続き鹿児島本線、博多9時9分発の快速門司港行きです。列車の扉が閉まりました。 JR 九州で最もメジャーであろう区間を攻略します。そしてカシーで下車しました。ここから分岐するカシー線を午前中攻略します。階段を上ってカシー線ホームへと向かいましょう。カシー線は西戸崎方面と海方面の2方向ありますが、先に発車するのは海方面のようです。2、3番乗り場の階段を降ります。そして列車がいました。カシー9時23分発の普通海行きです。さあ扉が閉まりました。カシー方面に向けて出発します。列車は左へカーブします。右へ分岐していくのは先ほどやってきた鹿児島本線の博多方面です。列車は太陽のある方向に向かって進んでいきます。今乗っている列車は電気で動く電車ですが、頭上には電気を取り入れる架線はありません。カシー線は非電化の路線です。じゃあどうやって動いているのかというと、この列車に搭載されている蓄電池で列車が動いています。蓄電池にあらかじめ電気をチャージしておき、その電気で動いているのです。この動力方式は近年新しく開発された技術で、この列車がカシー線に導入されたのは2019年となります。さあ列車は長者丸に到着です。1日目に攻略した笹栗線と乗り換え可能な駅です。ご覧の通り笹栗線をオーバーパスしました。長者丸に到着です。細長い駅名標をバッチリ撮影。列車内でこの電車が車両に搭載された蓄電池で動いていることが案内されていました。緑を多用することでクリーンなイメージが伝わってきます。ここで列車の運行状況を確認。日南線のトラブルは解消されたようです。よかった。走行しているうちに列車は終点の海に到着です。これでカシー線の南半分を制覇しました。
こちらが海の駅名標です。そしてこちらが海駅の改札、無人駅です。さあ折り返し、海10時2分発の普通貸し行きで来た道を戻りましょう。さあ海を発車、わずか8分の滞在でした。シンバル、楽器のシンバルではないですよ。土井に到着。上にある高架橋は山陽新幹線の高架橋です。今見えているのは博多方面、そして反対側が新大阪方面です。さあ加師に戻ってきました。この列車はここが終点、西都崎方面に行くには別の列車に乗り換える必要があります。さあ西都崎行きの列車に乗り換えましょう。エスカレーターを上ります。次に乗るのは海の中道方面ですので、4、5番乗り場の列車です。階段を降ります。そして振り返ると次に乗る電車が待ち構えていました。加師10時39分発の西都崎行きです。さあ列車は加師を発車、加師線の北半分の攻略を開始します。発車してしばらくは鹿児島本線と並走します。そしてこの鉄橋で鹿児島本線をオーバーパスします。木々の合間から美しい海が見えます。まもなく終点の西都崎に到着です。線路が二手に分かれていますが、ほとんどの列車が一番ホームに乗り入れます。終点の西都崎に到着、これで加師線を全線踏破しました。記念に西都崎の駅名標を撮影。遠くに海が見える美しい駅です。駅前の様子です。ハリウッドを思わせるアルファベットの看板がお出迎えしてくれます。西都崎での滞在時間は11分、折り返し11時9分発で加師に戻ります。さあ扉が閉まり列車が動き始めました。さらば西都崎、いい景色をありがとうございました。さっき見た景色を逆再生します。さあ加師まで戻ってきました。これで加師線の往復が完了。加師線を完全攻略しました。階段を上って鹿児島本線の攻略に戻ります。鹿児島本線の折尾小倉方面に向かうので一番乗り場へ向かいます。階段を降りた先、列車はまだ来ていません。次に乗車する列車の案内はすでになされていました。さあ列車がやってきました。鹿児島本線を折尾小倉方面に進みます。加師11時36分発の区間快速門司港行きです。JR 九州では最長クラスの7両編成での運転です。扉が閉まりました。発車します。加師を発車してしばらくすると加師線をアンダーパスしました。列車は途中で特急ソニックと相対。くそー、タイミングが悪くてうまく取れなかった。ちなみに車内の様子はこんな感じ。恵比寿付近まで来るとさすがにスカスカです。さあ列車は水巻を発車。水巻出発直後に橋梁の架け替え工事区間を通ります。橋梁をより長いスパンのものへと架け替える予定です。そして列車は折尾駅に到着します。これで鹿児島本線は門司港から八代まで攻略しました。鹿児島本線で残っているのは鹿児島県内の仙台から鹿児島中央までのみとなりました。列車はここで一旦下車します。呪術廻戦ラッピングの885系特急とちょうどよく相対しました。2日目ではできなかった折尾駅の駅名標をバッチリ撮影します。そしてお世話になった列車をお見送り、ありがとうございました。さあ次の列車に乗車します。次は乗り損ねた筑豊本線の若松線です。折尾12時31分発の若松行きに乗車します。加師線の時と同じ蓄電池で走行する
電車です。先頭をバッチリ確保、全面展望好きにはたまらない特等席です。列車はオリオを発車。若松からの列車の進路を塞ぐように進行方向右側の発着線から発車します。これはおそらく運転士の安全確認をしやすくするためだと考えられます。シーサスクロッシングで左側の線路へ転線します。これで左側通行に戻ります。若松線は非電化の路線、空が明けていてとても気持ちいいです。列車は終点の若松に到着。これで若松線および筑豊本線を完全踏破しました。若松に到着したら来た道を折り返します。若松12時57分発のオリオ行きです。オリオに戻ってきました。シーサスクロッシングをまた渡って右側の線路へ転線します。終点のオリオに到着です。これで若松線の往復が完了しました。階段を下ります。昼食を買って5番乗り場に戻ってきました。電光掲示板に次に乗る列車の案内がすでにされています。さあ本日2本目の特急列車です。オリオ13時25分発特急ソニック79号大分行きです。停車時間わずかなので早速乗車します。普通車の様子はこんな感じ。ネズミの耳の形をしたヘッドレストが特徴的です。さあ列車はあっという間に小倉に到着です。ここで日豊本線に入るために進行方向を反転させます。小倉に到着。時間に余裕があるので駅名表をバッチリ撮影します。列車は小倉を発車。ここで鹿児島本線から日豊本線に転線します。転線の様子をお楽しみください。そして点線が完了すると列車は急加速。鹿児島本線を右手にパスし、ここから本格的に日豊本線攻略に入っていきます。そして左へのカーブが終わると JR 九州の小倉車両センターの脇を通ります。そして列車は上野を通過。昨日2日目はここまで攻略していましたが、ここから日田彦山線に入っていました。今回はその日田彦山線を右手にパスし、そのまま日豊本線を南下します。列車の速度は120キロを超えていました。さあここでお昼ご飯の昼食にします。お腹たっぷりすきました。今回のお昼ご飯はセブンイレブンのおにぎり3個とわかめサラダです。では実食ドン。ごちそうさまでした。おにぎり3つは買いすぎだったかな。在来線最速クラスの特急ソニック、景色が高速で流れていきます。さあ列車はあっという間に単線区間へと突入しました。この日豊本線は途中の立石までは複線ですが、立石から肘まで一部の区間が単線となっています。特急ソニックは単線区間だろうとお構いなしに車体を傾け高速で駆けていきます。列車は木月を通過。木月からは山間を抜ける
急曲線が連続する区間です。しかし特急ソニックは車体を傾けることで高速でそのカーブ群をパスしていきます。列車は大賀を通過します。そして肘を通過します。通過速度は時速100キロ。単線区間を終えるとソニックはさらに加速して別府を目指します。まもなく列車は別府に到着です。そして編集を活用して別府に到着。別府に到着する頃には乗客はほとんど降りてしまいました。その別府を無事帝国で発車。次の停車駅は終点の大分です。さあ、まもなく終点の大分に到着です。1日目にも来た大分駅、今回で2回目の大分ですが、昼間に来ることができました。大きな建物が多数立ち並んでいるのがわかります。終点大分に到着しました。特急ソニックはここが終点となります。駅名表をバッチリ撮影。さあ、次の乗り換えは時間があるので一旦改札の外へ出ましょう。はい、大分に到着です。1日目にもやってきたこちら大分駅、今度は昼間3時頃にやってくることができました。まだ日が沈む前なので明るい大分駅です。こんな感じになってるんだな。駅前のロータリーはめちゃくちゃでかいですね。夜の時には全然分かんなかったんですが、はい、ということで大分は都会ということがこれで確定いたしました。この景色を見ていただければご理解いただけるでしょう。大分は都会である、証明終了、 QED ということです。繰り返しご案内をいたします。南大分駅から古郷駅間の踏切におきまして車が立ち往生している影響に伴いまして、ただいま九大本線列車の運転を見合わせております。九大本線が止まっているらしいです。九大本線も1日目で攻略しちゃってるんで、もう九大本線乗るつもりはないんですが、まあ、絶妙なタイミングで事故とか回避してますね。1日目とか日豊本線で止まるとかありましたし、まあ、今日の朝とかも、まあ、日南線がね、回送列車がトラブルなんてこともあったんで、まあいろいろねあった中でいい感じに回避してます。今電光掲示板の回送表示が特急ユフ3号に切り替わりました。九大本線のダイヤ乱れの影響により特急ユフ3号は4番線に発着するようです。九大本線だけでなく九州新幹線でもダイヤ乱れのようです。九州新幹線の熊本から新八代の間で架線にタコが引っかかりダイヤが乱れているようです。絶妙にトラブルを回避しています。さあ、遅れている特急ユフが4番乗り場に到着しました。そして足早に発車していきます。ご案内いたします。日豊本線行きなり さあ、ようやく目的の列車がやってきました。約1時間待ちでした。大分16時5分発787系で運転される特急日輪11号宮崎空港行きです。この日輪11号でもグリーン車に乗っていきたいと思います。787系のエンブレムがとてもかっこいいです。早速車内に入っていきましょう。内装は特急緑4号とほぼ同じです。特急日輪11号は静かに大分駅を出発しました。ここからさらに日豊本線を南下します。日もかなり傾いてきました。特急日輪です。止まります駅は古崎。
列車はゆったりとしたペースで駅を通過していきます。特急ソニックと比べるとかなり低速です。列車は山間部を走行します。日豊本線は大分より南が単線となっているため、途中の駅で行き違いを行います。対向列車がやってきました。やってきたのは普通列車です。普通列車のために特急が待たされるなんて身分不相応もいいところです。列車は再び発車、改めて南下を開始します。日輪11号は途中の津久見で対向の特急列車とすれ違います。日が山の向こうへと沈んでいきました。さあ、まもなく佐伯に到着します。次の佐伯が大分県内で最後の停車駅です。列車は佐伯に到着、そして発車。次に乗降できる駅は宮崎県の延岡です。この日輪11号で大分県をコンプリートし、宮崎県に突入します。さあ、月の延岡までの区間は宗太郎越えと呼ばれる鉄道ファンの間では有名な区間です。次の延岡までは普通列車の本数が著しく少なく、1日に数本しか運転されないからです。青春18切符でこの佐伯延岡間を踏破するときには注意が必要になります。さあ、列車は直美に到着。ここで列車は一旦停車します。これ駅は直美駅です。信号待ち合わせのための電車です。発車までしばらくお待ち合わせください。そして何の待ち合わせもなく発車。おそらく減便して亡くなった特急日輪の退避でしょう。あたりはだいぶ暗くなってきました。まもなく夜を迎えます。そして宗太郎を通過します。ここが宗太郎越えの名前の由来となっている駅ですが、ほとんど撮影ミスですね。ちなみにこの駅には1日に下り1本、上り2本のみ普通列車が停車する、非常に停車本数が少ない駅です。先ほども申し上げた通り、ここを青春18切符で越えるのは至難の業です。さあ、列車は宗太郎の隣の市棚に停車します。ここでも特急日輪との行き違いを行います。そして市棚を発車。次の停車駅が正真正銘の延岡です。延岡到着です。宮崎県に突入しました。ここから特急列車の本数が増えます。延岡から宮崎空港間の宮崎県内のみ運転される列車は特急ヒューガとして運転されます。そして延岡を発車。次に乗降できる駅は南延岡です。さあ、夜になってきて私自身もだいぶ眠くなってきました。申し訳ありませんが、グリーン車の快適な座席の中で睡眠を取らせていただきます。途中で取れたのはこちら、川南で特急列車と行き違いです。そしてここは高鍋、乗降扱いがある駅です。途中あちこち取っていますが、どこを走っているのか分かりません。そして寝てる間に宮崎に到着。いやはやグリーン車は快適に眠ることができました。駅名標はバッチリと撮影。列車は宮崎を発車。次の停車駅は南宮崎です。
大淀川を渡ります。夜のライトアップでとても美しい光景となっています。そして南宮崎に到着します。ここからは日南線および宮崎空港線に入ります。列車は南宮崎を発車。分かりにくいですが一旦日豊本線を離れます。ここからは日南線に入ります。日南線で田吉まで行き、そして田吉から宮崎空港線で宮崎空港まで向かいます。そして宮崎空港に到着。短いですが宮崎空港線制覇です。215分の長い長い日輪乗車もようやく終了。下車します。 Welcome to 宮崎 Airport。 看板が出迎えてくれました。さて一旦改札の外へ出ます。夕食を調達するためですね。ここが宮崎空港です。南国の雰囲気が漂います。夕食を調達してきました。セブンイレブンがありました。エスカレーターで宮崎空港駅に戻ります。さあ次に先発するのは特急列車のようです。特急日輪11号と同じ列車でしょう。歩いて先頭まで向かいたいと思います。次に乗車する列車はこちら。まだ前哨灯がついていませんが宮崎空港20時19分発の特急ヒューガ12号の延岡行きに乗車します。次に乗る列車の紹介ができたので一旦空港の方に目を向けていきましょう。アナのプロペラ機が1機タキシングをしています。そして離陸していきます。ご覧ください、めちゃくちゃかっこいいですよ。さあ離陸を楽しんだら特急の車内に入りましょう。どうせ南宮崎までしか乗らないので自由席ならどこに座っても問題ないはずです。列車は定刻で宮崎空港を発車。次の停車駅は南宮崎です。南宮崎に到着です。次の乗り換えはわずか3分なので少し急ぎます。階段を上ります。さあ乗り換え列車に間に合いました。次に乗車するのは日豊本線です。南宮崎20時27分発の普通鹿児島中央行きです。日南線を離れ日豊本線の攻略に戻ります。この普通列車の車内で夕食を食べます。買ったのは親子丼とツナサラダです。いただきます。ドン。ごちそうさまでした。辺りは真っ暗で何も見えません。車内の案内表示器だけが頼りです。列車は都城に到着。ここからキット線が分岐していますが乗り換えません。列車はさらに闇夜を突き進みます。さてここで JR 九州を3日で全線走破できるかの検証動画について話しておきたいと思います。この時点ですでに察している人もいるかと思いますが、結論から言うと JR 九州を3日で全線走破するのは無理です。机上レベルで無理でした。なんとなくタイトル詐欺な気がしますが、この動画は検証動画なのでどうかお許しいただければと思います。今日3日目はとりあえず行けるだけ行きたいと思います。よろしくお願いいたします。
列車は西都城に到着。ここから山越え区間に入ります。駅名標バッチリと撮影。列車は途中の霧島神宮に到着。ここは特急列車も停車する駅です。そして国分に到着。ここも特急列車が停車します。ハヤトに到着。ここから肥薩線が分岐しています。そして重富に到着。ここで列車の行き違いをするため6分ほど停車します。重富の駅名標を撮影。待つこと約5分、対向の列車がやってきました。やってきたのは特急霧島です。この列車が到着したら進路が開通するので車内に戻りましょう。列車は終点の鹿児島中央に到着。これで日豊本線を完全制覇しました。鹿児島中央の駅名標をバッチリ撮影します。さあ次に乗車するのは新幹線です。鹿児島本線で下道をのんびり行くのもありですが、睡眠時間を確保するため新幹線で仙台まで向かいます。乗車するのは23時ちょうど発のつばめ340号、熊本行きです。一駅分しか移動しないので自由席を確保しました。ご覧の通りガラガラの車内です。鹿児島中央を発車。次の停車駅は仙台です。というわけで4日目の目的地仙台に無事到着。扉が開きます。3日目最後の列車をお見送り。熊本まで無事に行ってらっしゃい。鹿児島県仙台に到着いたしました。計画通り仙台に到着です。これで3日目が終了ということになります。静かですね。そして車もほとんどいません。まあもう11時過ぎてるんで当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、さあ3日目これで終了です。動画はここで多分終わりになると思います。動画がいいなと思ったら、チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。4日目の動画楽しみにしててください。それではまた。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。